栃木の名店を訪れて美食をめぐる立ち飯。小山にいながらにして本格的な仙台牛タンが食べられる人気のお店、牛タン専門店タン屋新。店内はとある野球チームのグッズであふれかえっています。今日ご紹介するのは、そのチームの選手が愛するある料理です。牛タンチーズタレ春巻きっていうのがあるんですよ。ブレーブスさんの、小林投手がどうしても、好きで、うちに来た時よく食べていただくんですけど、この料理に使用するのは通好みの牛タンの先端部分、しっかりとした歯ごたえのあるタン先と呼ばれる部位。カレーとチーズとともに春巻きの皮で包み、じっくりと揚げていきます。皮の中で油が踊り出すのが出来上がりの合図です。お待たせしました。牛タンカレーチーズ春巻きです。牛タンカレーチーズ春巻きの完成です。カリッとした皮の中には濃厚なカレーとチーズが、そしてその中でもしっかり主張する牛タンの歯ごたえ、そしてそこから溢れ出す旨味があなたを楽しませます。ゴールデンブレーブスの選手の胃袋を支える今日の土地飯、あなたも楽しんでみてはいかがでしょうか。